皆さんお疲れ様です。モード A ののりです。はい、というわけで韓国のウェディングフォト、私の事例を一つとしてお伝えしております。続いての質問がこちら。はい、私なんてね、身長が176センチあるので、ドレスのデザインとか選ぶとかだけじゃなくて、サイズが入るのかどうかも心配でした。で、私のサイズ含めて縦も横もあります。ご安心ください。そして韓国のウェディングフォトって聞くとチマチョゴリっていう風に思う人多いんですけど、普通に白のよくある皆さんがイメージする結婚式のウェディングドレスです。中にはね、スタジオによってチマチョゴリを用意してくださってる場所もあるので、それは選びます。ちなみにドレスの種類なんですけど、何着着てるか、それは撮影スタジオやキャンペーンによっても変わりますので、詳しく知りたい方は下の説明欄にリンク貼っておきますので相談してみてください。私が選んだスタジオと期間中は白のウェディングドレスを2着、そしてカラードレスを1着、ミニドレスを1着、全部で4着選びました。ドレスでまず私が感動してしまったのがボレロだったり、アイテムによって随分印象変わるんですよ。なので例えば白の2着だけだったとしても、すごくいろんなパターンを着てるような気持ちになります。こんな感じです。同じドレスでも上にボレロを着ることによってこんな感じに印象が変わります。また帽子をかぶったり、ベールをかぶったり、腰につけたり、そしてジャケットを羽織ったり、はい、こんな感じですね。そして皆さんが気になっているフィッティングについて、ドレス選びってどうやってやってるのっていうことなんですけど、私の場合は前日にドレスショップに行って選びました。芸能人御用達の高級ドレスショップです。見てください、この店内素敵でしょ。もうウキウキでした。そして中に入ってアルバムを見せてもらって、だいたいこんなドレスがいいというのをスタッフの方に伝えます。私は A ラインと S ラインのドレスが必ず1着ずつ着たかったので、それを伝えて A で3着、 S で3着選ばせていただきました。例えばこんな感じで A ラインだけでもいろんな種類があるんです。1つ目がこれ、2つ目がこれ、3つ目がこれ。結構悩みました。試着するときはなんか映画で見たことがあるようなこんなセットです。この小部屋でコーディネーターのお姉さんたちが着せてくれます。補足ですが、ウェディング用の下着と靴、ヒールは自分で準備します。私はこのために憧れのジミーチューとバコールさん買いました。そしてですね、一着一着試着することにこうシャッとカーテンを開けて新郎に見てもらった。ちょっとワクワクな楽しい瞬間でした。一つ皆さんにお勧めしたいのは、必ずメイク、ヘアはバッチリいくのをお勧めします。お気づきの方もいるかもしれないですけど、私すっぴんで髪の毛も何もやらないって言ったので、ちょっと顔があまり映したくない感じです。すいません。ちょいちょい映ってるすっぴんご了承ください。おまけネタとしたら、本来ねカラードレスもあったのでカラードレス悩んでたんですけど、なかなか決められなくって、悩んでいたらお姉さんがちょっと待って今いいものがあると言って後ろにね取りに行っちゃって、帰ってきてこれはどうでしょう、お姉さんなら絶対似合うって言って出してもらったものが、この加納姉妹かレッドカーペットでしか着れないようなこのドレスです。ちょっと体のラインがね、というかこの胸のあたりが、お察しの通りラインが出すぎててちょっとおじけづいたんですけど、まあこういう機会じゃないとね、なかなか着る機会もないかなと思って、お姉さんを信じて一押しならばということで選びました。そしてミニドレスは白のものもたくさんあったんですけど、ドレスが3着とも白になってしまったので、じゃ あカラーのミニドレスにしようかなと思って赤を選びました。実際私結婚式のお色直しでも赤の和ドレスだったので、赤の色は結構縁があるのかもしれません。自分で選んでるんですが、というわけで今回はドレス選び編でした。少しでも皆さんの参考やきっかになったら嬉しく思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだな方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。